もういいの、すぐ忘れるの。タクトのせいじゃないでしょ。みんなあの二人が悪いんじゃない。バルファスクが悪いんじゃない。謝らないでよ。謝ってほしいわけじゃないんだから。はあ、何よそれ。どういうことよ。タクトは私に怒るなっていうわけ？それは知ってるけど、でもタクトは悔しくないの？タクト、そんなに私のことを心配してくれるの？怒ってばかりいる私ってやっぱり子供っぽいかな。わかったわタクト、もう一汗かいたら怒るのはやめにするから。See Forte anywhere. I don't think I've ever been to the simulation room before. すみません、タクトさん。お恥ずかしいところをお見せしてしまいました。でも失敗してしまいました。それはそうですが、でも練習でできないことが本番でできるでしょうか。私できないんです。何度やってもうまくできないんです。先輩の穴をどうやったら埋められるかと思いまして。紋章機の戦闘シミュレーションをもう何度も何度もやったんですけど、カバーしきれないんです。守りきれないんです。タクトさん、私エンジェル隊に選ばれた時とても誇らしかったんです。その皆さんと一緒にお仕事ができて、お話をしたりお茶を飲んだり、本当に嬉しくて幸せで、でも私のできることって少なくて。でもエンジェル隊の本分は紋章機の操縦です。それがきちんとできないのに、他のことがいくらできても意味がありません。私やはり焦っていますでしょうか。はい、お腹で息をする呼吸法があります。
Okay, are we seriously doing the deep breath thing again? Congratulations, Chitose. You learned how to breathe for the 100 billionth time. Now let's not make this more awkward than it needs to be. Man, I really wish I had Purple Eyes' voice, Lelouch voice. Worst sniper ever. Hi, Takuto-san. 申し訳ありません。いつも通りですか？遠距離からの精密射撃です。つまり私がシャープシューターの能力を今以上に発揮できれば、すなわちそれが助けになるということですね。そうですね、タクトさん。集中して頑張ります。タクトさん、こんにちは。はい、日替わり定食をいただこうと思っています。日替わり定食。私もいるからね。もちろん日替わり定食よ。賑やかなのはいいことです。ところでタクトさん、願掛けってやったことあります？その中で願い事が叶うまで好きなものを断つというのを知ってますか？私それをやろうと思っているんです。もちろん一日でも早くミントが元気になるようにお願いするんです。Talk about being strong for a friend. Gonna drop all that cake just for mint. だって大切な仲間じゃないですか。Kind of reminds me of that time when I was in high school. I wasn't exactly fasting, but I gave all my birthday money to help a friend with cancer. Hi, I think that was like $50 worth of birthday money.寂しいですけど、ちょっとお休みです。でも、ほんのしばらくの間ですから。自信があるんですね、ミルフィーさん。うん、だって我慢するものが難しければ難しいほど、ご利益が大きくなると思わない？
heard after that, after my one piece, I was kind of bad. Thanks, Pops. ミルフィーが甘いものを断つなら、私は辛いものを断つわよ。二人分の願掛けならパワー倍増よ。ね、ミルフィー。うん、そうだね、ランファ。バニラもやってみる？いえ、私はお祈りをします。ああ、司令さん。今日はね、豚キムチと杏仁豆腐だよ。豚キムチと杏仁豆腐？そうだよ。よかったね、ミルフィーちゃん、ランファちゃん。二人の好物じゃないか。最初から試練です。どうしよう、ランファ。どうしようったって、もうどうしようもないじゃない。 Well, I don't know, they didn't really ask for it. それよ、タクト、あんた賢いわね。でも、問題があります。大丈夫よ。とりあえず交換しちゃえば、あとはこっちのものなんだから。はい、ランファ。名残惜しいけど、杏仁豆腐。私もよ、ミルフィ。愛しの豚キムチをあげるわね。それじゃあ、いただきます。いただきます。おかずがないわ。だから問題があると言いました。これは試練よ。ミントのために超えなきゃいけない試練なんだから。そうよね、私頑張る。その勢いよ、ミルフィ。ミルフィー、you're not done till I see you break fire.To minimize my OBS window. あれ、なんでタクトさんがここにいるんですか？寂しくなってかい？そんなの決まってるじゃない。ここに集まってるみんながそうなんだから。なんだか一人でいると落ち着かなくて。はい。考えてることはみんな同じ。
さ。まあみんな集まったところでさほど効果はなかったんだけどね。結局ミント先輩の話題ばかりで一層寂しくなってしまったというか。まったく、そのせいかミントの。あら、皆さんそんなに私が恋しいんですの？なんて声が聞こえてきそうだわ。ミントならきっとそういうこと言うだろうね。きっと、とびきり澄ましたお顔で。まあそういうことさ、すまないね。一番辛いのは多分タクトだってのに、私らがこんな調子で。そうだね、どんな状況でも動じることなく沈着冷静に補佐してくれるあの子がいるから、私もリーダーでいられるのさ。 The red Oni and the blue Oni. And the blue Oni is missing. 時々痛いツッコミもくれるけど、ミントだとそう腹も立たないのよね。うん、日常のアクセントってやつかな。そんなミント先輩がそばにいること、それが私たちにとって当たり前になりすぎていて、いざ目の前からなくなってみるとかなりの大ダメージだったってことさ。エンジェル隊もタクトさんもやっぱり私がいないとダメなようですわね。ああ、真似しておいてなんだけど、今のはちょっとコンチクショーって感じよね。ランファ？しょぼくれた顔で白き月に帰ったりしたら絶対そういうこと言うわよ、ミントは。そいつは同感だ。そうだね、ミントは別に死んだわけじゃないんだ。あたしらが全部片付けて帰る頃にはもう起き上がってるに違いないよ。 I sure hope so. あら、思ったよりも早いお帰りですことなんて。千歳も上手。そうですね、シャトヤン様たちなら大丈夫ですよね。 Yeah, thank goodness wine and what's her name? Lishalti? Thank goodness they didn't hijack the moon. お二人にお任せすれば安心です。絶対私たちが帰る頃にはミントは目を覚ましてるんだから。そうだよね、ミントを信じよう。ミント先輩、マイヤーズ司令、ブリッジにお戻りください。
呼んでるわよ、タクト。7番機の足取りがもっと詳しくつかめるかもしれないね。まもなくドライブアウトします。計算上ではな。アルモ、第二戦闘配備だ。紋章機の出撃準備を急がせろ。まもなくドライブアウトします。ドライブアウト後、第二戦闘配備へ。エンジェル隊は出撃準備お願いします。Yeah, with the shoddy. エンジェル隊はどんな様子だ？ How did I almost so easily forget the name of the shoddy?一人書いただけで、よもやそこまで士気が低下するとはな。だからといって、何も司令官まで撃墜されることはないだろうに。俺はお前の士気の低下が一番心配だよ。茶化すな。ま、お前は昔から本番に強いタイプだったからな。バカなこと言ってないで、少しは真面目に考えておけよ。紋章機対紋章機なんていう、これまでに誰も想定したことのない事態が起こりうるかもしれないんだぞ。なんだ、ずいぶんと気のない答えだな。なんだと？そうか。他の紋章機と違って、あの7番機には。つまり、紋章機に翼が現れるほどテンションを高めない限り、7番機はクロノブレイクキャノンを撃てないということか。やつなら確かにそうかもしれんが、何か考えでもあるんだろうか。ドライブアウトします。通常空間に出ました。周辺地域の調査と索敵急げ。了解。計算上ではな。
二次方向に機影確認。距離8000、7番機と思われます。There it is! Our giant magnum shaped ship! こっちも紋章機を出せ! Or is that actually the chrono break, Kanan? Angel 隊、発進準備願います! はいよ。それで?デートの誘いは受けてくれそうなのかい？あ、マイヤーズ司令、7番機の方から通信が入ってきました。感心してる場合か。よし、つなげ。私たちのモニターにもお願いします。一体どの面下げてどんなご託を並べてくれるのかしらね。了解、各紋章機にも回線つなぎます。お久しぶりですね、タクトさん。ああ、他の皆さんもお元気そうで。Definitely the music of a betrayer. おや、僕の気のせいでしょうか。何やらタクトさんの大切な人のお姿だけないようですが。貴様、抜け抜けと。奇遇ですね。僕もですよ。タクトさん、すでに分かっていることを改めて尋ねるというのは時間の無駄遣いだと思いませんか？人を小馬鹿にしたような態度を、話し合いに真面目に応じる気がないのですか？落ち着きな、千歳。お静かにお願いします。気になりますか、姉さんのことが。ええ、姉さんならいますよ、ここに。ブッシャーティさんの様子、なんかおかしくありませんか？正気が感じられません。まるで人形のようです。同じ人間に向かって人形はひどいんじゃないですか。間違いなく皆さんが知っている姉さんですよ。そうだよね、姉さん。姉さんでしょ。こうしてちゃんと笑ってるじゃないですか。I want to grab that smug face and drag his entire body through a bunch of concrete pillars.誰かどういうカラクリかわかるか。ルシアティさんが額につけている飾りに何か秘密があるように思えるのですが、詳しいことは。ですが
あの笑みは。なんだか気味が悪いです。どうやらお気に召さないようですね。姉さん、もういいよ。もっと別の顔もできますよ。なんだったらリクエストに応じましょうか。どうですタクトさん、姉さんのどんな表情がお好みですか。I think I get it now. So Lushati wasn't really a person at all. She was everything Wine commanded her to do. And what Wine wanted her to do was to be exactly what Tact wanted meant to be. All to break the trust between the two most powerful people on the Elsior. ええ、大事ですよ。僕の計画を進める上で欠かすことのできない道具ですか。道具だって。ひどい。Wait, that evil Noah. Oh, そんなものが。ええ、よく知っていますよ。不をわきまえない野望を抱き、醜く散っていったネフューリアという名の愚かな女ですね。Oh, ネフューリア。やはりこいつは。ですがそんな女でも少しは役に立ってくれました。ネフューリアは自らの滅びと引き換えに僕たちに教えてくれましたから。自分を破滅に追いやった存在、つまりタクトさん、あなた方のことです。それだけじゃない。もう一つ、あなた方を勝利へと導いた最大の要素もね。すなわち心の力。僕はぜひともそれをこの目で見たかった。そのために必要だったのが姉さんさ。大事に扱わないわけがないでしょう。嘘を嘘と見抜かせないコツは、嘘の中に真実を散りばめること。おいしい真実をちらつかせたら、案の定僕たちはこうして受け入れてもらいました。悔しいが、その通りだ。もちろん本物のライブラリの管理者です。他の人間を使ってもよかったけど、せっかくのトランスバール行き、偵察だけで終わらせるのはもったいないでしょう。本当は白き月が良かったんですが、思いのほか守りが強固でしたね。残念ながら
これが精一杯でした。ええ、あっさりと認め上がるかこいつは。紋章機はもともとエデンのテクノロジー、ライブラリで得た知識を用いればあの程度のゲートを何の痕跡も残さずにできます。先ほども申し上げたでしょう、僕はネフューリアを倒した力を見に来た。そしてその原動力となったのはミントってわけかい。タクトさんとミントさん、この二人の心の結びつきこそが強さの要であることが分かった以上、排除の必要があった。ただそれだけのことですよ。まあそういうことです。わずかなりともお二人の結びつきが揺らいでくれればと思ったのですが、どうしてどうして、なかなかの効果を上げることができたようで。参考までにタクトさんはどの姉さんがお好みでしたか。本当に心とはなかなか興味深い力ですね。タクト、どうやら私らは完全にあいつの手のひらの上で踊らされていたようだね。認めたくはありませんが。皆さんが拠り所にしている心という根拠なき力、紋章機にクロノブレイクキャノン、本当にいろいろと収穫がありました。ああ、あとロイル将軍を倒してくれたこともですね。助かりました。彼、邪魔だったんですよ。形式的にはですが、まあ僕たちはそういうものですから。もしあの時俺たちが負けていたとしても、そんなセリフが言えたか怪しいもんだ。当然ですね。死んだら何も言えないのは誰であろうと同じことでしょう。勝ったからこそこうして好きなことが言える。負けていたら彼が好きなことを言っていた。それだけのことじゃないですか。チッ、いけすかないが、やっぱり肝は据わってやがる。そういったわけでわざわざこうして皆さんを待っていたんですよ。礼儀として一言お礼を申し上げておこうかと思いまして。余裕じゃないか。たった一機の紋章機で私ら全員を相手にしようってのかい。そうですね、可能だとは思いますよ。そちらには最強のパイロットもいないことですし。あまり私たちを侮らないでください。たとえミント先輩が不在であろうと、あなたの相手ぐらい。声が震えていますよ。この タクトさん、エスが。ミスですか。さて、特に身に覚えがないんですが。
投降しろとでも言いたいんですか。何がおかしい。どうも失礼しました。そのあまりにおかしくて。ああ、それじゃきっと僕が言い忘れていたんですね。それはそれは大変申し訳ないことをしました。マイヤーズ司令。どうした、ここ。エルシオールの後方1万5000の距離に多数のドライブアウト反応。バルファスク艦隊です。どういうことだ。俺たちの背後、ブリス星系内のバルファスク艦隊は全て倒したはずだ。でもこの艦影、バルファスクに間違いありません。何？はい、ロイルが用意した分艦隊は5つではなく6つだった。どうやら僕は勘違いしていたようです。今はそんなことよりも迎撃が先だ。エンジェル隊、行けるか。いつでも OK さ。私もう切れそうだから何するか分かんないわよ。7番機はどうしましょう。はい。まだ話の途中なんですから、僕をのけものにしないでほしいものですね。これを見てもそういうことが言えますか。ここに来ていろいろと収穫があった、そう僕は言いましたよね。今その最たるものをお見せしますよ。頼むよ姉さん。見ていればわかりますよ。すぐにね。待ちなよ。なんであいつが光の翼を出せるのさ。嘘。光の翼があるってことは紋章機の力を全て引き出したということ。信じられません。初めて紋章機に乗った人間が光の翼を出せるなんて。つまりこれで向こうはクロノブレイクキャノンを撃てるようになったってわけか。チェッ。まずいぞタクト。これで7番機に不利な条件は消えた。今のエンジェル隊の状態では。7番機に勝てない。いくら紋章機でもこのブレイクキャノンを撃たれたら。そんなに驚くことはないでしょう。
エンジェル隊の皆さんだってこれぐらいのゲートはできるはずですが。そのまさかですよ、タクトさん。最強の力を出すために高いテンションが必要なら出せばいい。そしてもしも己の意志で出せないようだったら強引にでも引き出してやればいい。ただそれだけのこと。教えてあげますよ、タクトさん。僕があなた方の中に入り込んで得た結論を。人間の心というのは確かに興味深い。でもあまりに不安定で脆すぎる。そんな不完全なものなんてやはり必要ない。それが僕の結論です。必要ないならどうすればいい。簡単です。消し去るか自由に操ってしまえばそれでいいんですよ。僕らのテクノロジーもバカにしたものではないでしょう。このサークレット一つで洗脳はおろか精神の動きなども自在にコントロールできるんですからね。ああそうそう、ミントさんに伝えておいてくれませんか。黙って人の心を探るのはあまり感心できませんね。まあこのサークレットのせいで真実にはまるでたどり着けなかったようですが、改めて自己紹介といこうか。元老院直属特騎士団長バルファスクのバインだ。さあ始めようか、タクトマイヤーズ。トランスバール広告最強の切り札タクトマイヤーズとムーンエンジェル隊、ミントブラマン賞を書いたその状態でどこまで戦えるか見せてもらうよ。バインがバルファスクか。予想はしていましたけど、こうして現実として突きつけられると。私たちどうすればいいんですか。どうもこうもない。気持ちはわかるが、奴はもう敵なんだ。やらなければやられる。それだけだ。はい。了解しました。ぼやぼやしてるな、タクト。戦闘開始だ。タクト。よく言ってくれたよ、タクト。全くその通りさ。誰にもこの心を否定させはしません。光の翼が何よ。ケチョンケチョンにのしてやるんだから。ご指示よ、タクトさん。